皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーと。イエスです。どうしたどうした。優勝勝ったみたいな。毎回変えようかな。バズーカサーブってやったじゃないですか。そう。あのバズーカ選手権ヤッスンが優勝したやつですよ。ちょっと今日はバズーカサーブのやり方を皆さんに、まあ、これでも入ったらほぼ一撃必殺みたいなもんですからね。で相手も驚きますし、まあ、必殺技の武器として持っておくのはありなのかなと思います。ちょっと今日私爪が割れて出血してまして卓球できなくなってるんで今動けないです。なるほど。なのでちょっと休み1日しようかと思いました。ありがとうございました。はい、じゃあまずどうしてグリップとかどうして、はい、そうですね、どうやって握りましたやつを。ちょっと、はい、ラケットを気持ち人差し指側に当てます。人差し指側、要はこれどっち側ですか。人差し指側、あ、こっち、こっちそうそうそう、こっちこっちに当てましょう。うんうん、そうそう、はい、だからちょっとバックハンドグリップ的な感じですね。ちょっと巻くってことですね。はい、こう振った時の面が出しやすい。あー、なるほど。確かに本当だ、このグリップだ。このグリップ出しやすい。確かに出しやすい。あ、大事ですねグリップ、はい、まずこれに来てないと面出ないですもんね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。 OK、はい、です。続いては、はい、まずバック面で当たってるんですよね。そうです。そもそもが何回転なんですか、厳密に。何回転か、なんだ、横上ですよね。はい、横上ですね。回転者は横上、うん、横上系ですね。超横上って感じですよね。はい、はい、横上をバック面でかけるっていうことで、バック面で、まあ、大体、うん、じゃあ、どうやスイング的にはまず素振り、なんか素振りした方がいいですよね、まずイメージは。はい、どうしたらいいですか。巻いて、はい、バック面で、はい、まあ、こう、真似してやりましょう。ちょっと待ってください。こう、合ってます。そうです、そうです。こう、はい、イメージとしてはそういう感じ。こういう、ん、はい、ちょっとワイパーみたいな感じですけど、ね、そうです。フォア面でこうワイパーする。ああ、そう、ワイパー、これフォア面ワイパーですね。バックマン。ああ、バックマン。バックマンで、こういう感じですか。そうです、そうです。じゃあこの素振りをじゃあ次はしていただくと、はい、ワイパーっていう感じなんですね。はい、なるほど、なるほど。でこれで実際今度は当てるんですか。これで、そうです、当てるんですけど、はい、ちょっとこの時にコツがありまして、はいはい、ここで当てるんじゃなくて、なるほど、ここでね、ここで、はい、一番触りそうですね、落ちるところ。あ、落ちるところ、ここで、はい、まあ、真下っていうよりは、はい、横にビューンと振ってやる感じ。こっちに、そうです、こっちに振るって感じですよ。だから思いっきり腕をしならせる、はい、しな、あ、最初、そうです最初しなす、この、そう、この瞬間にキュンとしならせる、この瞬間に、はい、手首は使うんですか。手首使います。手首使って腕も、腕も両方使います。あ、両方マックスでやるから、やばい差が出るんですね。そうです。で、はい、この落ちる時に、はい、ドーンと強いインパクト出して、お、すげえ、すごい、ドーンと強いインパクト出してやる。はい、で、こう、そういうことですね。で、打球点落ちたところっていう、落ちたところっていうか、ここっていうことですよね。そうです、このタイミングですね。はい、あ、で、やると、はい、もうだから入る入らないは別に、はい、思いっきり飛ばしますね。はい、すごいインパクト出るんですよ。すごい、これが、はい、どうしてもこう、前に振っちゃったりとか、さっさとちょっとこういう感じでしたね。はい、ああ、まあ私もどちらかという感じです、はい、前に振ってもあんまりインパクト出なくて。そうですね、これと普通のロングサーブの、はい、と同じぐらいですもんね。強くインパクト出すんだったら、はい、この引くって言ったらいいんですかね。ああ、こっちに、そうです、そうです。なるほど、を使って、これすごいことになりますよね。全然音違います、はい、一気にここでインパクトが出ます。なるほど、その秘密だったんですね。はい、で、そのぶつけた瞬間に、まあ、正確に言うと、もうそれで、まあ、横上回転が、そうですね、勝手に入るような、もう伸びるようなロングサーブになっていきますね。ああ、なるほど、なるほど、はい、ボールのどこを触るんですか。なので、ちょっと斜め。斜め。
上、ここら辺ぐらい気持ち斜め上ぐらい真横だと真横だとあんまりインパクト、ああ確かに、まあ、真横っていうか真後ろですね、うんうん、真後ろだとあんまりインパクトでなくて、はい、どっちかというとちょっと叩きつけになるんですよね。確かに、こう面結構面がこう寝てたらいいんで、そうそうそう、こういう感じ、そうそう寝てたんですよ、はい、になる感じかなと思います。なるほどなるほど、はい、そこら辺も大事ですね。そうですね、すごく大事ですね。ありますか。 あとはそうですね、はい、なるべく低い、うん、なるほどなるほど、打球点をできる低く、そう、シャネ君ちょっと上手かったんですけど、あ、そうですね、シャネ君捉える、そう、トトン、うん、トトンって、そう、そうしゃー、一歩目だ、このリーズ、これが思いっきり振った時に、うん、高いと、当然バウンド高くなる、そうですね、絶対入らない、うん、インパクトが強くなればなるほど低い打球点じゃないといけないのかな、あー、なるほど、と思います、はい、もう当然思いっきりこうやって叩きつける、まあそうよりオーバーっていうか入る軌道じゃなくなっちゃいますもんね、サーブじゃなくなっちゃうんで、はい、実際こう撮影でやってた時、はい、結構ここに当たってたんですよ、そうですね、あ、私もまあちょっと技術不足ではありましたけど、ここクソ多いなっていう角率多くて、そのくらいギリギリを叩くっていうような形です、うん、まあこれはインパクト出ないんで、はい、でここでインパクトを出しながら、はい、ドーンドカーンっていうリズムで、そうです、で狙ったところに、はい、飛ばしてあげると、そうですね、ということなんですね、はい、あ、一応やり方的にはもう今のでこう流れ的にはもう一通りできましたね、ね、力の伝え足とかはなんか特にあります。まあ体重乗せ、ああ上から下にゴンと、ああ体重乗せ方としては上から下かなっていう感じ。右から左とかじゃなくて、ああなるほど。こう斜め、あ、自分右から左とやってました。あ、じゃ右から左やると多分、あ、そう、そういうサーブ、そう、今そんぐらいでした。それで縦に使ってやる、こういう球ですね。はい、ああじゃあしゃがみ込みとちょっと似てるんですね、ですね、感覚的には。ここインパクトをギャンと出す。ああ。それもさらに、あ、加えるとってことなんですね、破壊力が満点なんですね、そうですね、あーすげえ、これ今めっちゃ早い、今めっちゃ早い、立ち位置、立ち位置、立ち位置、はい、やっぱり皆さんフォア側から出す方が、そうです ね、はい、フォア側が、あれ多分思いっきりクロスに出そうと思うと振り抜けるんでしょうね、うん、そうですね、ここが多分一番、はい、まあ入りやすさもあるし、そうですね、やっぱクロスって距離の長さと、はい、やっぱりこっちに振ってこっちに飛ばすってちょっと難しいじゃないですか、しかもストレートもむずいっすよね、ちょっと、はい、こっちからこっちっていうのが一番このスイングと距離の長さと合ってるのかなっていう、じゃあまず最初、まず最初っていうか、まあ やるときもだし、もう試合でやるときも覚えるときもフォアサイドからとりあえずこうクロスに抜けるようなそうですねサーブをやっていただくのが習得は早いと、はい、いうことなんですね、はい、私も青森でちょっとあアダタコにそれやられてかまされたんですけど、はい、フォアクロスから、ね、フォアクロスからぶち抜かれましたいいね、どうしたねフォアクロスで思いっきりぶち抜かれました、それで最強の1球目攻撃いや、ほんとそれやばいですね、はい、ありがとうございます、はい、ということで、ぜひ皆さん、バズーカさん、あの挑戦してみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。これ今めっちゃ早い、今めっちゃ早い、最後まで動画を見ていただきありがとうございます。
日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。